AMG GT43 メルセデス AMG GT4 ドアクーペはドイツの自動車メーカーであるダイムラーがメルセデスベンツのサブブランドであるメルセデス AMG で展開している E セグメントの高級スポーツカーであるメルセデスベンツは2018年3月ジュネーブ省でメルセデス AMG GT4 ドアクーペを発表した AMG GT534 マチック AMG GT63-4 マチック、AMG GT63-S4 マチックの3グレードが発表され、AMG GT53-4 マチックには3リッター、磁気力ターボエンジンに加えて、モーターアシスト機構付きオルタネーターが搭載され、AMG GT63-4 マチック、AMG GT63-S4 マチックには4リッター V、8ツインターボエンジンが搭載された。 2018年9月17日、AMG GT43-4 マチックが発表され、同年10月2日のパリモーターショー2018においてワールドプレミアされた。2019年2月14日発表。4ドアクーペでは、AMG4.0 リットル V8 直噴ツインターボエンジン M177 型搭載モデルの GT63S4 マチック。 直列6気筒エンジン M256 型に、オルタネーターやスターター機能を兼ねた電気モーター、イスグを組み合わせた、GT434 マチック、GT534 マチックの、計算モデルが設定される。また、GT63S4 マチックには発売記念の、特別使用車として、専用ポリッシュ、マットブラックペイント21インチ AMG、クロススポークホイールや、 エアロダイナミックパッケージを装備し、内装にイエローステッチを入れた、ツートーンナッパルザーや、フロアマット、イエローシートベルト、AMG マットカーボンファイバーインテリアトリムなどを採用した GT63S4 マチックエディション1も設定された。2020年7月17日、一部改良。全モデルに、自然対話式音声認識機能を備えた対話型、インフォテインメントシステム。 マバックスが標準装備され、ボディカラーに新色のハイテックシルバーが追加された。その他、GT63S4 マチックには、レーシングカーにも採用されている、軽量、高剛性のカーボンファイバールーフのオプション設定が追加され、ドアミラー下部から照射され、夜間のドアの開閉の際に足元を照らす、ブランドプロジェクターライトを標準装備。 g t 4 3四マチックと g t 5 3四マチックには断熱強化ガラスを採用したパノラミックルーフと前日のブランドプロジェクターライトのオプション設定が追加された。ジュネーブ賞2018メルセデスが AMG GT4 ドアクーペを世界初公開。ウェブクグ、2019年5月22日閲覧。4ドアクーペのメルセデス AMG GT43 を 欧州発売へ43シリーズ初のマイルドハイブリッド。レスポンス。2019年6月17日へ閲覧。メルセデス AMG43 に初のマイルドハイブリッド4ドアクーペの GT にパリモーターショー2018。レスポンス。2019年6月17日へ閲覧。メルセデス AMGGT4 ドアクーペが日本で正式デビューニュース。 w e b ク u 2019年5月22日閲覧ありがとうございます。